731系電車は、北海道旅客鉄道が1996年から運用している通勤系交流電車である。合わせて登場した、キハ201系機動車と並行して開発、製作された JR 北海道発の本格的な通勤系車両である。導入当時、札幌駅を発着する函館本線、千歳線、札晶線は、 札幌都市圏における人口の一極集中により年4%の輸送量増加が続いていた。特に電格間は列車によっては朝ラッシュ時に乗車効率が250%を超える状況にあった。当時電格間の通勤、近郊輸送に用いられる電車としては国鉄から継承した711系電車と JR 北海道発足直後に投入した721系電車が用いられていたが、うち711系は1996年時点で試作車投入から30年を迎え、老朽化が進んでいた。加えて、711系は加速度が時速 1.1km、S と721系の半分であり、最高速度も 時速 110km と721系より遅いことから列車設定上の障害となっていた。また、711系は片側に扉であり、ステップの段差も高いことから、721系への1.7倍の乗降時間を要し、朝ラッシュ時に常時4から5分の列車遅延が状態化する状態となっていた。このため、711系の時間を目的とした、 本系列は721系並みの性能の確保に、加え、本格的通勤車両として、オールロングシート、客室時給配置、さらに機動車との協調運転対応など、従来の JR 北海道の車両にはない仕様が、盛り込まれた。1996年12月24日に、営業運転を開始し、1999年までに3両編成19本が、 川崎重工業と日立製作所により製造され、711軽所記者を置き換えた後、2006年に3両編成2本が一部仕様を変更して増備され生産を終了した。1997年度鉄道優のカイローレル賞を受賞。国鉄 JR の通勤系車両の受賞は、本形式が史上初となった。日本国有鉄道 JR 北海道において、 711系、721系に続く、通勤、近郊型電車であることから、一桁目を、仙台の二系列を踏襲した1、一、二桁目に、三番目を意味する、三、三桁目も、仙台の二系列を踏襲した、七を不満したとされている。突起ない限り、一時車登場時の仕様を述べる。編成は、中間電動車を、 制御付随者で挟んだ3両を固定ユニットとして構成される。また、同時期に非電化区間から札幌都市圏へ直通する列車へ対応する車両として開発された、キハ201系機動車とは共同プロジェクトで開発され、使用を徹底して共通化している。なお、本系列及びキハ201系機動車の開発時のコンセプトは以下の通りであった。 特に下記4を実現するためにキハ201系機動車とは、車体、機器、性能、取り扱いなど徹底した共通化が図られ、双方の動力を同調させての協調運転を可能としている。なお、本系列はキハ201系機動車のほか、721系電車との並結運転が可能であり、後年登場した733系、 735系電車とも並結可能である。快適で乗り降りしやすい、車両環境に優しい車両行き国に強い車両、数多くの列車本数を可能にする、車両デザインは内外装ともに、内部工場で行われた。731系電車 G-104、編成全面バンパー部に、ジャンパ専用の切り欠きがある車体は、ビード付きの軽量ステンレス製で、 車体傾斜装置を持つキハ201系機動車と共通の構え体を用いているため、車体断面は上方すぼまりの台形断面となっている。客用扉は721系同様の片平き式のものを片側3箇所に設けているが、有効幅 1150mm として2人が並んで乗り降りできる幅を確保しているほか、口実の低床化により、 低床ホームに対応するステップは高さ18センチメートル、ステップ面高さ970ミ、mm、リメートルを実現している。扉間は大型の固定窓を2枚配置し、車端部は機器などを設置するため窓は設けていない。先頭部は721系などと同様貫通式としたが、踏切事故の際に乗務員を保護する観点から、高運転台構造とし、加えて、 衝撃吸収構造とした。また、陶器対策として、全小灯は全六灯としたほか、スノープラウケ用の大型スカート、高速ワイパーを装備している。正面貫通扉には、増解決時間短縮のため自動ホロ装置が採用された。車体側面には、コーポレートカラーの萌え木色と赤の帯を配する。全面上部の種別表示器。 側面の行き先表示器は共に幕式である。シミュレーションから走行機器は721系並みの性能確保が開発目標とされ、最高速度時速 130km、曲線通過速度イコール本速時速 10km、軌道加速度秒速 2.2km を達成し、加速度については時速 130km においても、 秒速0 8トルの加速余力を持つ。主回路の制御方式は、制御素子に、イベットを採用した VVVF インバータ制御を採用し、主電動機は、新開発のカゴ形産小誘導電動機 N、MT731 型を M 車に搭載する。台車は721系のものをベースに、ステップ面を低床ホーム高さと、同一面とする必要性から、 車輪を新車両で実績のある新生児直径 810mm のものとした軸量式ボルスタレス台車で同台車が NDT731 系、付随台車が NTR731 型と故障される。ブレーキシステムは鉄道総合技術研究所と開発した電気指令式回生ブレーキ併用空気ブレーキを採用する。基礎ブレーキ装置は 苗木工場製の高粘着合成中鉄製リンゴを採用した量、抱き式踏み面ブレーキで、これとマルチモード滑走、再粘着制御により、どのような条件においても、時速 130km から十分な余裕を持って 600m 以内での停止が可能であり、試験でも、自然降雪、レール面凍結の状況下で、時速 130km から 470m で、 停止している。冷房装置は各車屋根上に集中式のものを搭載している。パンタグラフは当初721系と同一の下枠交差系を搭載したが、後に着雪防止対策として全車がシングルアーム型に交換された。客室室内、乗客用半自動ドアスイッチインテリアは艶消しのグレーを基調としている。 一方で乗降口付近は視認性向上のため、黄色とした。乗降時間短縮のため、車内はすべてロングシートとし、3.53人にスタンションポールで区分される。申請時点では、座席モケットは紫色であった。また、従来の北海道向け車両の出入り台に存在した、客室時りは廃止された。変わって、暖気。 換気侵入抑制の観点から、客用扉上部と左右には、エアカーテン、ボタン開閉式の半自動ドアを装備し、加えて、遠赤外線暖房、音符暖房や固定遠赤外線暖房も装備している。また、一部の出入り台付近は跳ね上げ式の座席を装備している。このほか、ドアチャイム、自動放送装置、三色 LED 式車内、案内表示装置を、 落成時から装備する。便所は TC1 社に和式のものを設置する。その他運転台付近の様子運転台は721系や785系などと同様の左手操作式ワンハンドルマスコンを搭載し、モニタ装置はタッチパネル式のカラー液晶ディスプレイとなった。以下、方面を示す場合、札幌液材姿を基準とする。編成番号は、 中間電動車、模百731系の車両番号に識別記号、G オフシ、G-101 と表記される。2006年製の G-120、G-121 編成は一部仕様が変更され、バリアフリー対応として、従来の和式トイレに代わって車椅子対応の洋式トイレを設置したため、区百731系の後くらい客用扉が中央寄りに移された。 パンタグラフは当初からシングルアーム式を搭載し、主変換装置の使用も変更されている。最終造備車に編成6両を除く57両については製造後20年が経過して、主変換装置の劣化が顕著になったことから、これらの乾燥を中心とした電子機器、台車重要部品の取り替え工事が2017年から2020年度にかけて実施された。 蒸気重要聞き取り会に合わせて自動ホロ装置の撤去及び優先席の更新、転落防止ホロの設置が行われた。731系同士の6両並列編成許破201系との協調運転本系列は全車両が札幌運転所に配置され、札幌都市圏及びその周辺地区を中心とした以下の区間で普通列車運用されている。かつては、 区間快速列車としての運用もあったが、2020年3月14日、ダイヤ改正で廃止された。基本的に相互に連結可能な721系、733系、735系と共通で運用され、一部の運用では2編成を並結した6両編成となる。ただし、規範201系との連結は本系列のみ、対応しているため、当該列車と、 その前後の運用には本系列が限定運用される。キハ201系との並結は2018年現在日本で唯一の電車と機動車による協調運転である。ありがとうございます。